はい、皆さんこんにちは。はい、私はオリエント製品のですね、品質とですね修理を担当している三好と言います。今日はですね、ベトナムの、ガーレウォッチのですね修理センターに来ています。はい、いろいろとですね、打ち合わせをさせてもらったところですね、今ベトナム市場ではオリエント製品のですねフェイクウォッチ、こちらの問題がかなりですね、問題になっているというお話を伺って、今フェイクウォッチ実際に見させてもらってます。はい、で、実際にですね我々の製品と比較して、とてもですね外観やっぱ似てます。で、お客様にはですね当然我々がですね品質をしっかり保証した正規品を購入していただかないとですね品質が保証できませんので、修理、品質の面からですね、ぜひフェイクウォッチをですね、見つけた時にはですね、今からですねお伝えします、3つですね3つのポイントをですね参考にしていただいて、フェイクウォッチ見分けていただければと思います。よろしくお願いします。はい、見分け方なんですけれども1つ目です。実際にはですね我々のオリエントのですね、製品の、ウェブサイトですね、オリエントのウェブサイト、あとはガーレウォッチのウェブサイト、下に載っていると思いますけれども、そこのですね、画像としっかり、製品を確認してみてください、お客様の。はい、で実際にですね、ここのですねムーブメント、文字盤の空いているところのムーブメントの、外観が違うぞとか裏蓋から見ていただいてですね、回転水のですね模様がちょっと違うぞとか、そういうところをですね見つけた際にはですねこれはフェイクウォッチじゃないかというところを疑ってみてください。はい、もう一つですね、もう一つです。実際にですね、ガーレウォッチの正規代理店でですね購入いただいたらこちらの、保証書にですねシールを貼ってくれます。これも、とても大事な、見分け方の一つです。こちらをですね、フェイクウォッチを購入いただいたら、保証書もしですね、似たような保証書をもらってもですね、シールまではですねついていないと思いますのでここをしっかり確認してみてください。はい、以上の3点になります。今ですねオリエントのですね製品ベトナムの市場でとても愛して、今後ですねしっかりここのところですね防いでいきたいと、こういうものを排除していきたいと思っておりますので、皆さんもですね、今の見分け方を参考にしていただいて、フェイクウォッチをですねもし見つけた場合はですねガーレウォッチなど、近くのですね、ところの、場所にですね、持って行ってご連絡していただければと思います。はい、以上になります。よろしくお願いします。